ドラゴンボール Z ドカンバトル。さあ貴様ら、ドカンバトルのお時間だ。まだまだ続く GT 編だ。さあ今回のガシャはこちら、 SSR 確率2米の昇竜祭、昇竜祭か。そしてピックアップメインキャラはスーパーイーシンロンだ。ふざけやがって、おそらくスーパーベジータから取ったんだろうな。これが LR と GT ボス勝てるか、狭いな。まあ気絶やらアタック低下やらいろいろ入ってやがるな。これがお復活もあるのかこいつ。生意気な。スーパーイーシンロンこいつがメイン、他はなんだ。さあおスーパーパワー結集カカロットか。この間なサイヤ人絶滅計画の去年のクリスマスぐらいか。まあ当然これは俺は未所持だ。そしてこれか、未来のカカロットのガキと俺のガキ、ゴハン&トランクス、これも俺は持ってない。まあそろそろもう極限とかをせんと厳しいんだろうかな。三神論&数神論、これは持ってる。下手した虹の可能性がある。そして数神論、実は超耐性属性。そしてこの、フェス限定ではないがそこそこ使えるいい神論。でこの部屋もう特訓虹だな。ああヘルズバスターのこの辺か。極限するやつか今回。なんでセルーザ入ってんの。セルとフリーザ入ってるから、セルーザおかしいだろという、まあちょっと微妙なピックアップではあるが、やってやろうじゃねえか。とりあえず50連ほど行ってやるか。狙いはいい進路としてカカロットだ。はっ、しばらく俺のフェスゲームも出てないな。いつもカカロットとセットで、お俺だ。来るかいきなり、よこすか、来た来たぞいきなり。どうだ、いきなりベジット、よっしゃ。さあブルーではないが、よいしょー、いきなりよいしょー、ザーボンさんよー。おあー貴様か、もう虹かもしれんな、このタイの通信論も。なんかイベントではたまに使うぐらいのやつか。俺のギャリコーだ。戦いの天才か、確か違う、超エリートのプライド、そういうことだ。そしてトランクス、さあベジータ親子が揃ったと。まさかさっきの数神論だけじゃないだろうな、カロット。おお来た、いきなり LR だ。さあいきなり未来ゴハン&トランクス初ゲット。性能的に使えるかどうか知らんが、とりあえず初ゲットは記念すべき。そしてまだ10連目があるぞ。いきなり出だしから上々らしいな。さあズヤ、おおいるわだよな。タピオ&ミノシア、久しぶりだな。語り継がれし者か。さあ、なんと10連目から LR2 体。しかもタピオンはそこそこ使えるだろう。さあ、この勢いで20連目、た珍しいぞ、昇竜祭でここまでいいのは。ご飯ピッコロ。悪くなさそうだ。これで終わりだ。お2、3、ゴッド。ブルーにはならん。さあどうだ。おお、セルーザかよ。すぐわかるわ。すぐセルーザ。まあまあまあ、一応、ピックアップの SSR。アネヨショー。インフィニットアネヨショー。からの、治ってるからの。さあ、4連目。ズヤ！メガンクローズアップ。さあ、セルーザで終わりじゃないだろうな。トランクス。からのカカロット。復活の F。お、ピッコロ吸収ブーか。ピッコロというか、マント吸収ブーだな、これは。お、ゴールデンフリーザ？あ、違う。GT の、今回のか。今回の極限するやつだな。もう多分虹だな、これも。さあ、ご飯。オワコンご飯。オワハンだな。お、ミスターサタンだ！いい加減にせんか！このミスターサタンの言うことも聞けんのか！まあ、まあ、SSR3 枚。悪くはなかろう。今回は SR か SSR しか出んからな。そういう意味では若干闇鍋感もあるが、30連目だ。早くも。お、鶴仙流プラスヤムチャ、つまりザコ。ナッパと栽培マンにやられし者。これで終わりだ。これで終わりだ、来たぞ。さあ来るか。おお、なんだおい。
何枚目だセルズだ。おお、さあこれは地獄のセルだ。もうこれもどんだけ出たかわからんな。さあ突撃携帯フロスト即の SR か。もういいぞセル。お、よいしょー、ロングコードよいしょーからの、お、ラディッツ、ラディッツか。へ、戦闘力1500はグミめ。まあそこそこ使えるが、もうとっくに虹な気がするな。そしてまたフロストだ。これが第一形態。この卑怯者が。 SSR はよく出るが、確かに何が出るかわからん。そしてご飯か。ご飯よく出るな。さあ10連目か。ブー、ミスターブーから、お、ゴールデンフリーザ即だな。ダメージ 90% 軽減のあるゴールデンフリーザ、もう9枚ぐらい出てるだろうな。コインでも交換できるからな。さあ、あっという間に残り10連。た、おい、10連目だけか。LR 出たのは。お、お、ウイス。戻しますか。一か八かだ。黒髪割れて、戻る。どれだ、割れた。わかったぞ。一割れか、鶴仙人。からのカカロット。お、ローガ。ウフケン。いや、ちょっと SSR も出んな。お、あー、どっちだこれ、強い方か。いや、強くない方か。ダイズ&カカオ。レズン&ラカセじゃねえ。もう一個の方が、アモンドの方が強い方か。宇宙を渡る戦士。そして一番よく出るカカロット。あね、よいしょー。よいしょバレット。さあスーパーウーブじゃない、ノーマルウーブだ。またこのカカロットか。出てないな今回。お、超海洋圏、よくわからんカカロットだ。確かパイクーハンの野郎とあの世で戦った時か。これは外れだな。さあ早くも残り10連。こいつがファイナルだ。た、さあサイコインは謎に溜まってるぞ。サタンを背負いしブーあるぞ。これで終わりだ。さあ LR は出そうな感じがあるな。もう長いぞ、まるでスピードがない。お、セルーじゃなくて安心したぜ。さあ、ネイズじゃなくて、ネイズじゃなくて、おお来た。え、これか、即だな。来たぞなんと。さあ再限定スーパーインシンロン50連目にしてゲットだ。いや、まだあるぞ。第一形態シェル。なんせサタンブーカーの伸び、俺だ。終わらぬ戦い。ベジータだ。いや、まだある。第一形態シェル。さあ、第二形態シェル。バケモンめ。からのカハ。バケモンめ。いや、おい、同じかよ。さあ、そろそろラストか。またカカロット。何枚出やがる。マイ地下特訓虹だ。トランクスと女。さあしかしなんとたったの50連でメインのスーパーインシンロンゲットしたぜ。ドラゴンサンダー、くだらん技が。よーし、今回は上出来だな。とりあえず俺様の大勝利ということで、次回のガシャを楽しみに待ってるんだな。じゃあな。